はい、日本人のソウルフード味噌汁の完成です。熱いうちにいただきます。今日はちょっと味噌汁だけでいただきます。あー、美味しい。うん、この上にネギ乗っけたっていうのもね、やっぱ見栄えも良くなるし、ネギの千切りこう乗せることでなんかこう食欲が増進されるって聞いたことがあります。うん、確かにすごくツーンとね、ネギのいい香りがしますよね。あ、美味しい。やっぱね、玉ねぎのね、甘みがね、味噌の味とこうマッチしてすごくね、優しい味わいのね、味噌汁になります。だから玉ねぎおすすめですね。うん、まあ他にもね、いろいろ玉ねぎ入れなくても、ナスとか、あとなんだろうな、まあキャベツ、レタス、白菜とか、まあいろんな野菜アレンジでね、入れられますよね。うん。まあこういう、でも玉ねぎとかね、じゃがいもとか、これが、まあオーソドックスな、うん、味噌でね、味噌汁でね、失敗ないんじゃないかなと思います。あと、豆腐となめこのね、味噌汁もあれもすごく美味しいんですよね。豆腐となめこと油揚げ入れてね。あれもちょっと今度作ってみたいと思います。自家製のね、収穫したじゃがいも、うん、美味しいです。あとやっぱえのきを入れたことによるきのこの出汁ってのもね、ちゃんと出てると思います。うん、体温まりますね。うん、あとなんかちょっとなんか元気がなかった時とか体力消耗してる時に飲むと驚くほど美味しくてね、体力回復する時とかあるんですよ。味噌汁って本当にね、エネルギーがすごいと思います。うん、正直やっぱりね、手作りより、手作りに近い方がやっぱり味噌本来のエネルギーっていうのをやっぱりこうちゃんと受け取れるんじゃないかなと僕は思います。だから理想的には自分で味噌を作ることが、うん、理想だと思います。うち作ってるんですよ、味噌。うん、ちょっと下にあるんですけどね。うん、4キロかな。もうそろそろ食べれるようになると思います。どうせならね、味噌の質にもこだわりたいですよね。すごい汗だらだらで、夏でもやっぱ味噌汁ね、飲んだ方がいいんじゃないかなと思います。だから汗かきながら、美味しかった。元気出ました。うん、これで今日もね、一日頑張って活動できそうです。まあ、ある農家のおじさんの言葉で、うん、なんかこう、農作業をするなら、朝、必ず味噌汁飲めって、うん、そうしないと使い物にならないからっていう、そういう言葉を聞いたことがあります。だからもう本当に農家の人もね、朝、うん、ちゃんと味噌汁を飲むことを、ね、大事にしてる、もうそういう農家の人がいるらしいですね。やっぱ味噌汁って本当にエネルギー供給なのかもしれません。はい、ということですね。ちょっと長い動画になりますけども、味噌汁を作って飲んでみました。うん。まあ明日、明後日あたり、この味噌汁と一緒に、まあその、鮭でも焼いてですね、焼き魚定食でもちょっと食べてみようかなと思います。ちょっと魚の焼き方もね、ちょっとこう、動画にしたいんで。はい、ということで、今日は味噌汁の作り方を、お伝えしました。ありがとうございました。